い、今回のね竹中平蔵ヘイチャンネルの中では予算の組み方についての、講義があったわけなんですよね。5分ぐらいでコンパクトにまとめられていたんですけども、非常に分かりやすい予算の作り方になっていました。もうこれについてはね、特にね竹中さんを責めるところはないんですけども、今まで1990年代2000年直前までですかね、その積み上げ方式の予算っていうのは確かに、高度経済成長期の名残としてそういうのはあったかもしれませんけども、財源論は随分変わってですね、今はどちらかというと年間で必要な予算をまず確保しておいて、それを各省庁に割り振るみたいな積み上げではなくて逆の発想でいかなくてはいけないのかなと思うんですよね。そういう意味では骨太の方針という小泉内閣が竹中さんとともに提唱した予算の付け方っていうのは、理にかなっている先を見たものだったのかなと思いますけども、時代はさらに変化して、そして今みたいに MMT みたいな考え方が、まさにね実現してきてるわけなんですよ。要するに天動説が地動説で変わった時に予算の作り方も全く逆にしなければならないってことになってくると思うんですよね。この考え方が、私なんかでね正しいと言えるほどの自信はないんですけども、そうなるとですね、例えば、通常の予算が105兆円必要だとして、コロナ禍で経済対策、経済抑制によって30兆円の予算が縮小したとなると、最初にじゃあ105兆円の予算を計上しておいて30兆円ダメージを受けた業種にお金を配るっていう発想も出てくるとは思うんですよね。特に今回はやっぱりね106兆円ぐらいの予算規模でしたかね、そういった一般会計予算組まれてますけども、こちらの方をどういうふうに業界ごとに割っていくのかってことが非常に重要になってくるわけなんですよ。ただこうなるとですね、なくなっていく業界が救われていく、そしてゾンビ企業ができていくってことにもなるんで、この辺にはもうちょっと頭を使わなければならないのかなと思ってね、ここから私ごときでは何とも言えないところなんですけども、今回言いたいのはですね、竹中さんは今回一般会計とあとはね補正予算についてお話してくださいました。でも肝心なことをねテーマに出してくれてないんですよ。竹中さんでしたらこれね言葉に出さないといけない立場だと思います。それはですね特別会計のことですよ。特別会計が未だに闇なんで、日本会計ってのは全くわからないですよ。この特別会計に手を突っ込んで海を出そうとした人は石井幸喜さん、亡くなられました。今度はね竹中さんはしっかり儲けたわけですから、でいろんな人のねなんか不満も買ってるわけなんで、ぜひねここは一発逆転のためにですね、国民の人気を回復するために特別会計に手を出していただいて、このね日本のブラックマーケット、本当にね闇の世界をちょっと竹中さん暴いてみてくださいよ。こんなことお願いできる立場ではないんですけども、竹中さんだったらなんかできそうな気がしますけどもね、どうですかね。竹中平蔵さんの最後のお勤めとして特別会計にこうグイッとね手を入れてもらいたいなと思うんですけども、いかがなもんでしょうか。一説によると特別会計っていうのは360兆円もあるらしいじゃないですか、毎年毎年。これすごいですよね。一般会計が100兆円でどうこう言ってるところで360兆円のねあぶく銭があるわけですよ。これなんとかならないですかね。だって日本の国家予算でそう考えていくと500兆円ぐらい毎年毎年執行されてるってことでしょ。これどこに消えてるんですかね、この金は。竹中さんの懐じゃないですかね。もうパソナ特別会計でお願いしますよ。ではいってらっしゃい。